こんにちは、手伝いをするテです。今回の動画はですね、ハロウィン魔法使いドリンクの、いわゆる魔女スープ、魔女ドリンク作っていきたいと思います。魔法使いドリンク、舌が青くなるソーダ味書いてありますけれども、どんな風になるんでしょうか。それでは早速開封お願いします。わかりました、開けていきます。さあ、何が入っているのでしょうか。おや、何やらコップが入っています。おや、魔法使いのおじさんがビールを持っているコップですね。それからオレンジのものと青いもの入ってますね。何何、ウィッチドリンクモコモコパウダーと書いてあります。なるほど、これを使って作るみたいですね。うん、陽気な魔法使いのおじさんですね。とっても優しそうな顔をしている。他の箱も開けていきますね。はい、お願いします。さあ、これはお、フクロウです。これはフクロウです。さあ、次はこっちは魔女ですね。フライングウィッチ、ほうきに乗っている魔女さん。そして、あ、またおじさんです。陽気なおじさんまた出ました。さあ、次は何でしょう。わあ、かわいい黒猫です。赤い帽子をかぶったかわいい黒猫ちゃん。コップは4種類入っていました。それでは箱の裏見ていきます。作り方ですね。ジョッキカップ、あ、コップにどうやら水を入れて粉を2つとも入れると出来上がる。そして最後に氷を入れるみたいですね。とっても簡単です。さあ、それでは水を入れていきましょう。メモリの100のところまでお願いします。了解です。はい、 OK です。さあ、全てのコップに水を入れていきましょう。さあ、全部で6個、600ミリの水を使って作っていきたいと思います。さあ、こっから粉を入れていきますよ。楽しみですね。どんな風になっていくのでしょう。さあ、大きめのボウルに移していっぺんに粉を入れていきたいと思います。さあ、ハサミを使って食券。おっと、中に入ってしまいました。大丈夫です。さあ、それでお願いします。おー、青いですね。すごい飲み物にしてやるぞ。よくかき混ぜることが大事なのさ。魔女の真似ですか、それは。そうなのさ。モコモコパウダードリンクをよこしなさい。はいはい、魔法使い様。それではこれを入れてブクブクモコモコにしていきます。ハサミで切ります。あ、また入っちゃいました。すいません、すいません。大丈夫です。入れます。してますね。かき混ぜるとブクブクしてくるのかしらね。やってみましょう。おや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 、こんなもんですか。泡立ちが足りませんか。なんだか私のイメージと違うね。仕上げの氷を入れたらどうですか、これ。これじゃダメだよ。火を使うんだよ。いいですね。いいアイディアですね。わかりました、鍋を用意します。さあ、ファイヤーファイヤー持ってきました。ファイヤーを使ってブクブクさせるのじゃ。やっていきましょう。キンキンに冷えた液体を熱々に熱していきましょう。沸騰するまでやるのじゃ。わかりました。さあ、そろそろじゃないでしょうか。そうだね、そろそろだね。さあ、来たよ。生グミ。これ。あっという間に溶けたね。一瞬でしたね。さあ、次は血を取ってきた人間の手を入れてみようか。いいですね。今度は足だね。これも入れちゃおう。愉快ですね。まだまだ行こう。よく聞こえそうな耳だ。目玉も入れますね。よし。うわあ、こんなに不気味なスープは見たことありませんよ。すごい。きゃー。
それでは魔法使い様、飲んでみますか。そうだね、そうそう、うまいでしょう、これは。どうぞ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 。ではいただきます。どうぞどうぞ。飲んでください。これはどうですか。これは、これはいかがされました。魔法使い様、魔法使い様、なんてことです。魔法使い様、真っ青になって、真っ青になっています。あー大変だ。あー体が、体もバラバラになってしまいました。あ大丈夫ですか、大丈夫ですか。魔法使い様、魔法使い様、これは大変だ。奇跡のグミを食べさせないと、奇跡のグミレベル10を食べさせないと。これはもう大変だ。この奇跡のグミでなんとかなるはずだ。魔法使い様、奇跡のグミです、食べてください。奇跡のグミを食べてください。グミおいしい、グミおいしい。よかった、よかった、よかったです。元に戻ってよかったです。クママおかえり。いや面白かった、満足満足。はい、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とグッドボタンお願いね。ありがとうございました。バイビー。ハロー YouTube、 今からこの赤いクマちゃん組と動画撮っていきます。ここに置いて、よいしょ、おっと。さあお待ちにかけます。やあ、クママって言います。よろしくね。ほい、手のひら、今日何する？今日はね、スペシャルなクママチョコレート作るよ。おお、俺のチョコレートか、いいね。任せとき。使うのはこのミントグリーンのシリコンの型。俺にそっくりじゃねえか。いいね。それからチョコ8枚。とってもカラフルマーブルチョコも。これは使わないけど買っちゃった。使わないの買っちゃったの？まずはチョコを開封していくよ。たくさんあるよ。いい匂い。じゃん、ドドリーン、これ面白い。もう一回やろうっと。よいしょ、イエーイ。ほらほら、ここはチョコを溶かす場所です。お湯を使ってゆっくり溶かしていきますよ。あ、溶けてきた。おー、美味しそう、トロトロのチョコレート。適当に買ったけど量はちょうどよかったな。我ながら天才。チョコが固まるまでちょっと暇だね。暇、見て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 、ほら、暇すぎて頭でジャンプできるようになったよ。クママさん、ほら、これ開けてみましょうか。言わないけど、買ったやつ、お札チョコレートだって。おー面白いね。うわー、こんだけお金があったら何しようかな、何するかな。とりあえず欲しいゲーム買って、それから飛び込む、飛び込む。飛び込んでお金まみれになっちゃうんだよね。はい、動画をご覧の皆さん、あちらのクママさんにこちらのバズーカでドッキリを仕掛けたいと思います。この豆まきバズーカはもう節分が終わってね、もう使えないので、賞味期限も切れてるので、ほら中に福豆が入っていて、なんかどうやらぶっ飛ばせるらしいんで、これをクママさんに当てちゃいたいと思います。何何なんだよ、何すんだよ。まあ目をつぶっていてください、目をつぶっていてください。いいですか、いいですね。はい、グミをここにしっかり詰め込んで、グミです、グミをぶち当てたいと思います。さあ行きますよ。ぶち当てる、ちょ、お前、なんだよそれ、お前何向けてんだよこっちに。おい、やめろやめろやめろ。なーなーなー、あらららら、思ったよりも威力が強かったですね。ごめんなさいクママさん。はぁ、体が、体が、おい、体、俺の体、俺の体が、ひぇ、びっくりしたけど、おー面白かった。そうなんです、クママさんはどんなに壊れても元に戻るんです。いい体だな、本当に便利な体だぜ。クママ最強。はい、遊んでる間にチョコが固まりましたよ。おお、どれどれ、触ってみよう。コン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 、お、硬い。プリントめくります。よいしょ、じゃじゃーん。おお、そっくり、クリソツだ、クリソツ、クママにクリソツだ。ね、これでは終わりじゃないんです、もっとスペシャルにしていきますよ。おお、すげえ。さあさあ、ここに取り入らしますたるはマーブルチョコレート。こちらをシャカシャカしてまじないをかけます。するとほめにゃにゃにゃ。おお、これはカラフルスペシャルだ、すげえぜ手のひら、なんでもできるじゃねえかおめえさん。おお、すげえすげえすげえ、こいつはスペシャルだ。うわー、いいねえ。
くままチョコ、スペシャルなくままチョコの出来上がりだ。うーん、美味しそう美味しそう、食べたい食べたい、友達にもなりたいけど、うーん、食べたい。喜んでもらえてよかった、満足。では溶けちゃうとダメだから、冷蔵庫に寝かせよっか。よいしょ。俺も一緒に寝ちゃうもんね。おやすみ。あ、大事なことを忘れてた。チャンネル登録してね。ほいじゃまた、バイ。グッドボタンもよろしく。ハロー YouTube、 今日はこのおもちゃの雲でくままにドッキリを仕掛けちゃいたいと思います。準備 OK。 さあ、そこでお昼寝しているくままのところへ行け。くそ、あれ、なかなか起きないな。なかなか起きないぞ。くそるっぱいって、なんだなんだ。完全に参りました。もうお手上げです。もうお手上げ。参りました。参りました。ドッキリ大成功、大成功。ドッキリでしょ。ナイスリアクション。ありがとうね。いいのが撮れたよ。さすがくまま。いいね。おい、こら。おい。なんだよ。そんなにそんなにポンプしなくてもいいじゃんか、クママ。動画撮ってたんだしよ。みんな喜んでくれるんだしさ。そんなにふてくされなくたっていいのによ。怒りすぎだよ。まあまあまあ、落ち着いて落ち着いて落ち着いてって、もう落ち着こうよ。あ、もういい、いいもんだ。そうだ、これ見てみて、ほら、丸いもの、いいもの、これ、いや、おまじないかけるから、ちょっと見てて、ほら、ボールコチョ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 コってやると、すごいよ、見てて、見てて、いくよ、にゃん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 、ぱいーん、ほら、すげえだろ、すごいでしょ、ねえ、ほら、これいいだろ、これ今流行りのストレス解消グッズなんだよ、これ、プッシュポップって呼んで、めちゃめちゃ流行ってるんだからね、触らせて、触らせて、触らせて、いいよ、いいよ、触ってごらん、ほら、触りたい、こうやって押すの、そうそうそう、落ちない。ポンって言うから、ポンって言うんだけど、落ちないよ。ああ、そうか。やばいやばいやばい、泣いちゃいそう。ああ、泣かないで、泣かないで、泣かないで。ほれ、こんなのもある。これ、これ開けてみよう、これ。ほら、見て見て見て。これ、見たことあるでしょ、これ。チャイーン、チャイーン、チャイーン、回るの。くる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 。こうやってプッシュポップ。プッシュポップと、ハンドスピナー合体させたみたいなおもちゃなんで、これもいいストレス解消になるよ。こうやって回して、気持ちいい。いい感じ。触りたい触りたい、触らして触らして、うん、癖になるよこれ、ほら、うん、どれどれ、ほら、よいしょ、よいしょ、よしよし、お、うん、ダメだ、頑張れ、オッケー、できたー、いいねー、やった、え、できた、いいよいいよ、もう一回、よいしょ、おい、できた、よいしょ、おい、オッケー、よいしょ、ナイスー、プッシュポップ最高、プッシュポップ最高、 OK。 今日はこのプッシュポップを使ってスペシャルなアメちゃん作っていくからね。あー、アメちゃん大好きだよ、いいだろ、クママが大好きなアメちゃんだよ、うん、ハサミを使ってチョキチョキチョキン、チョキンやっていきます。ハサミを使って切るんだね。ハサミを使うときは指を切らないように気をつけてね。わー、この後どうすんの。台所に来ました。まずは手洗いだ、手洗い、洗います。あー、これを洗うのか、洗剤つけて洗おうね。そうだね、綺麗に除菌しましょう。今見て、イエーイ、グラニュー糖です。 200g 使います。もうちょい、もうちょい、ストップ、ごめん、もう我慢できないわ。あー、何やってんの、おい、何やってんの、クママ気持ちいい、おーい、やめなさい、気持ちよかった、水も使うよ、なんか飴を作るときは砂糖と水の割合を4対1にするといいらしいよ。あー、グツグツいってる、温度も大事なんだって。150度ぐらいまで上げるといいんだって。あ、150度なってるよ、150度なってる、なってるなってる、
あ、本当だ。よし、じゃあ火を止めよう。火を止めよう。あーちゃー、やっちまったー。真っ黒になっちゃったよ、これ。どうしたの？温度上げすぎた。熱しすぎた。失敗なの？あらららら。ごめんちゃい、ごめんちゃい。気を取り直してもう一回やってみようや。ね。オッケー。今度こそ上手に作るぞ。温度をしっかり見てれば大丈夫だよ。そうだね。次は気をつけるよ。100度になった。お。あ、それからこれ使うんだよね。うん。色つけるやつ。そうそう。食べても大丈夫な色つけるやつ。綺麗だよね。いろんな色があるね。綺麗綺麗。これと同じ色を用意したのか。お、やべ。150になってるじゃん。やべ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 。止めろ止めろ。火を止めろ。よし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 。オッケーオッケー。今度こそ大丈夫。150度になりました。よーし、あちあち、やけどしないように気をつけろ。やけどしないように気をつけて。注ぎ込んでいく、注ぎ込んでいく。いいね。適当だったけどもちょうどいい量だ。我ながら天才。適当だったかい。色をつけていくぜ。赤いやつ、まずは一番上、赤いやつをペロペロ。オレンジのやつ、オレンジのやつをペロペロ。そして緑も使っちゃう。あー、なんか色ちょっとつけすぎた感じするけど。棒がちゃんと入らない。やべ、あ、棒が、やべ、棒が全然入ってくれねえ。あー、やべ、おい、あー、おい、じゅー、へいくママ、できたよ。固まったよ。うん、固まったのはいいけど、ちょっと心配だな。めくってみよう。うん、きっといい感じにできてるはず。心配だな。そう信じてる。私はそう信じてる。あ、あららそう信じてる。そう信じてる。ほら、あー、やっちゃったね、これいい感じじゃん。やっちゃったね、これ。いい感じ、いい感じ。色つけすぎた。素敵なアメちゃんができてるよ。味はどうかな。ペロ。味は、うん、普通。おい、味は普通でした。おい、味は普通のアメちゃんです。普通とか言うなよ。まだまだこれで終わりじゃないから、おまじないかけちゃうから。ほにゃ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 、ふにゃにゃにゃ、うーん、ぽん。ほれー、どうだ。くままの大好きな風船でございますよ。びっくりした。あー、よかったよかった、喜んでもらえて。うん、いいね、この風船。この風船でもう一回昼寝しようかな。うん、ボインボインする風船で昼寝しよう。そうしよう。うん、へへへへ。最後のいたずらしちゃいましょうかね。風船を、任せとき。よっしゃ、ショッケー、オッケー、順調順調。よし、行くぞ。おや、おやおや、ちょっとこの人たち怪しい。怪しいぞ。うわ、来る来る来る、来んな来んな。ハロー、クママ、どうしたの？どうしたの？どうしたの？おー、手のひら、ゲームで負けちゃってよ。もう嫌な気持ちなんだ。もう嫌な気持ち、嫌な気持ち。なんだ、そういうことなら任しとき。ちょっとどいて、ちょっとどいて。え、うん、うん、いくぞー。にゃ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 。ほいよっさー。ほら、どうだい、綺麗になった。すっきりしたでしょ。おい、おい、なんてことしてくれたよ。なんで？おい、すっきりしたでしょ。僕の誕生日100万円パッド。あ、間違えた。あ、ごめんごめん、ほらボールで遊ぼうぜ、ボールで。おい、ボールなんかいらないよ、ボールなんかいらない。お、そう、遊ばない。じゃあ変えよう。にょ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 、ん、変わらない。なんでだよ、変えてくれよ。変えてくれよ。変えますよ。え、おれ、アモングアス、アモングアスの人形じゃん。ねえ、似てるでしょ。これ、かわいい。いいよね、これ、かわいいよね。いいね、これ。え、触るよ。いいよいいよ。スベスベしてる、スベスベしてる、これ。あー、スベスベしてるね。え、どうしようかな。オッケー、じゃあプッシュポップと合わせてもっと面白いものにしよう。ここに寝かせて、ふにゃ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 、ポン。あー、プッシュポップになった。いいね。押してみよう、押してみよう。押して押して。よいしょ、よいしょ。あれ、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 あー、ダメだ、ダメだ、手がでかすぎて押せないよ。あれれれれ、押せないよ、これじゃ。お、ストローでーす。こいつを使えば押せるじゃんかよ。ナイスアイディア。よし、
できてるね。気持ちいい。よし、できるだけ早くポンポンやってみるぞ。喜んでもらえてよかった。今日はこのプシュポップを使ってスペシャルなチョコレートを作っていくからね。まずはいらないところを切っていくよ。ハサミを使うときは気をつけてね。この後洗うんだよな。そうそう。よし、持っていく持っていく。綺麗に洗ったらこいつにチョコレートを流し込むよ。あ、今日はホワイトチョコなんだ。やったー。よし、準備完了だ。それでは綺麗に洗ったこの方にM&M's、 色がめちゃめちゃ綺麗なこのチョコレートを並べていく。あ、なんかパズルみたいで面白そう。そうだね。大きさもぴったり同じだし。うん。いいね。青と。よし、これもよし、これもよし、これもよし。オッケー、できたー。いい感じ。こっちもホワイトチョコ切れました。よし、お湯を沸かすと。あれ、クマもどこ行った？もういいよ。クママ、おーい、どこ行った？もういいよ。ここか。もしもーし、クママさん。しーん。いたー。バレた。バレちゃった。バレだったね。クママは本当に面白いやつだな。さて、チョコをお湯で溶かしていくよ。やけどしないように気をつけながらね。よし、いい感じにできた。さあ、冷やして待つぞ。はい、3時間ぐらい待ったね、うん、もうできたね。固まってるよね。早くめくってめくって。任しとき、任しとき。よし、めくっていくぞ。お腹すいた。慎重にね。ちょうどいい感じにお腹すいてるよ。ここでね、ペロッポキッと折れちゃったらもうダメだから。匂いがしてるよ。早く早く早くめくって。慌てなさんな、慌てなさんな。おー、見えた見えた。いい感じじゃん、いい感じじゃん。カラフルじゃん。よしよしよし、いい感じじゃん。あ、やばい、これはダメだ、失敗だ。失敗した。これやばい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 。これ見てほら、3つ白くなっちゃってるし、黄色取れちゃってるし。あー、やっちゃったよ。これせっかくカラフルチョコ作りたかったのに、くっそー、やっちゃったよ。まじないかけるしかねえ。もうこれまじないかけるしかねえわ。これまじないかけちゃう。やむ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 やばい。あっしゃい、カラフルになりました。ついでにね、白も入れちゃったりして、かわいいね。オッケー、これで7色が揃いました。いや、さっきのは失敗作だから、失敗作だから、うん、よかった、だってさっきので。いやいや、こっちの方がいいって。カラフル、かわいいじゃん。マジか、マジですか、マジか、マジですか。いやー、これでね、今日もカラフルな一日になったね。うん、満足、満足。あー、思い出した、やべ。おい、俺の iPad は、俺の iPad どうした、そういえば。まートン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 、くままさん。あ、iPad、 ごめんね。ありがとう、戻してくれてありがとう。あー、なんか今日は大変な一日だったな。プシュポップは楽しかったけどね。チャンネル登録よろしくね。また見に来てね。ありがとね。ハロー YouTube、 今日は恐竜型のプシュポップで遊びます。行ってみよう。いい感じ、いい感じ、いい感じのこの感触。うん、できた。もう一個あった。イエーイ。お、いいね。クママ来たかい。恐竜型のプシュポップじゃん。そうそう。出してね。いいだろう。こいつで遊ぼうぜ、今日。うん、ちょうど今誘おうと思ってたとこだったよ。あ、そうだったんだ。よし、じゃあプシュポップバトルしよう、うん、どっちが早くプチプチできるか勝負だ。いいね、負けないぞ。イエーイ。最初は私、クママのターン。行くぞ。レディーゴー。おりゃー、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 すごい。よし、じゃあ頑張るぞ。いくよ、よーい、スタート。はい、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 遅いぞ、とはい、遅くない。おい、あた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 、できた。遅いよ。遅かったか。
さてそれでは恐竜さんの手術を始めたいと思います。はい先生、ハサミを持ってきました。はい、ありがとう。これはよく切れるハサミです。それではこのハサミを使って恐竜さんのいらないところをカットしていきたいと思います。お願いします。それではいきます。まずはここの赤いところです。これはいらないです。この部分はいらないので切っていきます。先生、どうしてその部分はいらないんですか？いい質問です、くままさん。私たちはこれからこの恐竜さんを使ってチョコレートを作るのです。だからこの部分がいらないのです。わかりましたか？なるほど。このプッシュポープを型にしてチョコレートを作るんですね。わかりました先生。そうです、頑張りましょう、くままさん。はい、いらない。ここはいらない。おや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 、この恐竜の歯のところは少し切るのが難しそうですね。しかし私はハサミを使うのがとっても上手なので、こんなところでも上手にハサミを使って切っていきたいと思います。お願いします先生。はい、この細かいところを先っぽで直近、あれ、できない、できない、うん、手で取ります。手で取ります。はい、手で取りました。手で行くんですね、先生。はい、いい感じ。うん、こんなもんでいいでしょう。はい、さあできました。よし、最後のところを切って、うん、これで手術終了です。お疲れ様です。大成功。お疲れ様でした。おーい、手のひら、こんないいもの見つけて買ってきたぞ。なに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 、ほら見てくれ、これはチョコレートです。おー、袋に入ったまま溶かすことができる。わー、これいいだろ、便利だろ。便利かもしれない。ありがとうね。うん、うん、試してみよう。さあ、きれいにしてからチョコを流し込むよ。おーい、この皿の上に乗っけてくれ。いいね、よし、オッケー。ではでは、始めていきましょう。 M&M's 開封。このチョコ大好き。さあ、このカラフルなチョコレートを並べていくんだけど、この M って書いてあるでしょ、うん、この M って書いてあるのが上に来るようにきれいに並べていくつもりです。なぜなら、この M って書いてある方の裏側がとっても綺麗だからです。あー、そうか、そうか。あー、緊急事態発生、緊急事態発生。この黄色の M&M's の方が、うん、なんとなんと、このナッツが入ってる方が、うん、でかすぎました。ちょっとでかすぎました。予定よりでかい、うん、予定よりでかい、予定よりでかい、うん、これは後で食べちゃいます。後で食べちゃう。え、いいな、もらっちゃう。これ夏のやつ好きだから、もらっちゃおう。え、今食べちゃう。え、今食べちゃう。はい、おいおいおい、食いしん坊。はい、赤は赤のところに置いて、青は青のところに置くと。よし、あー、しまった、しまった、色が全然足りない。これはまずい、これはまずいよ。このね、黄色1個しかないんだけど、これもね、でかいんだよな、ナッツ入り。うん、うまそう、うまそう。しかし使えない。あー、困ったよ。どうしよう、くまま。いやいやいや、マジで使うしかねえか。あ、そうか、そうしよう。はにゃにゃにゃ、ぽい、できた。便利だな、便利な魔法使い。なんで気づかなかったんだろう。さて、ではチョコレート溶かしていきますか。いきましょう。中を割ってから鍋にドーン。どれぐらいで溶けるかな。すぐ溶けるんじゃないかな。さあ、いけ。熱湯を入れていく。うわ、もくもく来た、もくもく来た。おい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 、おや、なんかもう溶けてる感じするな。ちょっと見てみるか。よし、どうかな。お、おーおー、うお、ビヨビヨになってる、溶けてる感じする。うお、ビヨビヨだ。よっしゃ、溶けてる、一瞬で溶けたぞ。クママ、あれ、え、どうした、どうした、どこだ、どうした、クママ、どこだい、どこ行った、ここ、え、どこだ、どこだ、え、これ、あ、なにこれ、え、恐竜、どうした、なんで、どうした、え、え、あ、いた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 、おい、どうしたの。いや、これかぶって脅かそうと思ったら頭引っかかって出れなくなっちゃってさ。なんだそれ。よし、じゃあ注いでいくよ。もう溶けてるからね、チョコレート。いい感じに溶けてるから、いきますよ。ウニ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 、いいね、いい感じに溶けてる。ちょっと舐めさせてね、ちょっとだけ舐めさせて。いいよ、ほら、うんめろ、うん、甘くてうまい。さて、最後の仕上げです。これをきれいに注ぎ込むことが大事なのです。いい感じになりそうな予感。
冷蔵庫に入れちゃいます。楽しみ。さあいらっしゃいいらっしゃい、恐竜チョコさんいらっしゃい。冷蔵庫から出てきました。待ってたよ。はい、うん、あさあどうでしょう。めくってめくって、なんか良さそう。早くめく、固まってますね。いきます、めくります。よいしょ。どうだ。大成功だ。やったー。大成功だ。カラフルで恐竜でチョコレート、大成功です。やっほー、やったね。やったね。ガオ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 、やったね。チャンネル登録してね。グッドボタンもよろしく。いくよ。どうしたのグママ、どうしたの、なんで泣いてるの。また悔しいことがあったのかな。聞いてくれ聞いてくれ、違うんだ、うん、違うんだ。え、今回は勝ったんだよ、勝ったの。おお、九州9回負けて3回目でやっと勝ったんだよ、うん、そうだったんだ。勝ったんだよ。嬉しくて嬉しくて嬉しくて涙が泣いちゃうほど嬉しかったんだね。へえ、よかったよかった。そう、おめでとう。そう、ありがとう。よし、じゃあ今日の動画はくままのお祝いだ。ピザでお祝いしよう。ちょうどピザの生地があるからさ。嬉しい。今から準備するからちょっと待ってて、うん、あ、うん、あ、行っちゃった。え、俺一人になっちゃった。え、あ、カメラ回ってる、どうしよう。あ、え、なんかでやるか、じゃあ、うん、よし、どうしようかな。じゃあ、あ、そうだ、思いついた。よし、ボウリングでもしよう。うん、はい、では今からボウリングします。ストライク出たらしてね。よし、うまくできるかな。1投目。よいしょ。ダメでした、1投目。さあ、2投目いきます。よいしょ。くー、1本か。そして3投目。投げません。どうです?ストライクですよ。お待たせ、準備できたよ。よーし、今日も楽しみだ。はい、もちもちのピザ生地です。待ってました。やっほー。ほらほら、何やってんの。そんなことしてたらね、ピザと一緒に焼いちゃうからね。そいつは勘弁しておくれますよ。今日作るのはアモングアスのピザ。わー、気が利いてる、うん、これ見ながら作るから。最高じゃん、ありがとう。まずはピザソース。わー、でかいの買っちゃった。すごく大きいね。これを開封。手を切らないように気をつけて。わー、うまそう。よし、ではではこれをまずは塗っていくんだけど。おっとっと、大丈夫、気をつけて。まずちょうどいいぐらいのせよ。気をつけて、出すぎちゃう。よいしょ、だっ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 、すぎた、出すぎちゃった。あ、ちゃちゃ、出すぎちゃった。いらんこっちゃないよ、いらんこっちゃないよ、ほら。まあまあ大丈夫大丈夫、うん、ちょっと多かった分はスプーンですくえば大丈夫なのさ、うん、よし、これでいい。次はどうする。はい、マヨネーズ。マヨネーズでこれを見ながら描いていきます。絵を描いていく。フリーハンド。よよ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 、直感でいきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、さい、よいしょ。目のとこもよよよ、どうだ、これでどうですか。下手くそ、下手くそ。どうだ、マジか。やり直すわ、じゃあやり直します。むにょ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 。今度はゆっくり慎重に。ゆっくりやれば大丈夫、やれるよ。実は私は絵がうまいんですよ。ゆっくりやればこんな通りですよ。さあ、背中の部分もこんな通りです。そして最後はここですよ。どうですか。素晴らしい。はい、ピザといえばサラミ。サラミを並べていきます。よいしょ、どうですか。いいね、うまそうだぞ。目のとこにはチーズをどっさー乗っけていくよ。チーズ大好きだよ。パプリカも使っちゃいます。わー、早く食べたい食べたい。いい感じなんじゃないですか。早く食べたい。焼こう。はい、今オーブンが温まるの待ってます。うん、ピザを焼くときは余熱が大事らしいからね。さあ焼きますよ。レッツゴー。いってらっしゃい。250度で6分半。よし、楽しみ。
楽しみだね。チーズが溶けてってるのが見えるよ。本当だ。匂いがしてるよ、匂いがしてる。ただうまそうじゃん。うん、いい感じだよね。うん、食べよう食べよう。よっしゃ。わー、全揃いじゃん。ずらっと並べてみました。全揃い。ねえねえねえ、いいこと思いついたからさ、俺に切らせて。おー、いいよいいよ。面白い形に切り抜いてみました。なるほど。どう？いいじゃん。アンバスらしくない？うん、似てる。いいじゃん。こっち側が自分たち食べる用で、うん、こっち側はお客様用。なんだよそれ。お客様用綺麗だね。よし、乾杯しよう。飲み物はこれだ。クママはどっちにする？クマかカンガルー。そんな決まってんじゃんか。クマです。クマクマクマ。オッケー、じゃあ俺がカンガルー。うん、ハチミツソーダだって。うまそうじゃん。わ、いいね、いいね。こっちはジンジャーエールだ。それでは乾杯。どう？うんうん、いける、いける。おー、よかった。いける、うまいよ。ありがとう。喜んでもらえてよかった。なんだか今日はただただハッピーな一日だったな。うん、お腹も満たされて最高ハッピー。チャンネル登録よろしくね。またこんな動画撮りたいな。幸せハッピーだい。またね。どうしたの？ヤホーヤホーってのじゃ、ここにさ、ピザ生地余ってるじゃないか、何かおかしなことできないかな。おかしなこと？お菓子でピザを作るとか。おー、いいね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 。面白そうだよね。よし、それじゃあ今日はクママ特製お菓子ピザ作りにしよう。イエーイ。よし、張り切っていってみよう。はい、ピザソース持ってきたよ。ノン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 、普通すぎ普通すぎ。そんなんじゃ普通すぎだよ。そう？クママ特製のやつはこれ使います。いいじゃん、いいじゃん。いちごジャム。いいじゃん、いいじゃん。甘いピザになるのかな。その通り、世界で一番甘いピザを作っちゃうから、いいアイディアだと思うよ。だろう。他にも使いたいものがある。なんだろう。これこれこれ、見て見て、ほら。あ、グミ部屋だ、うん、このグミ部屋かわいいね。なんか手つないでるし。この子たちはね、片方甘くて片方酸っぱいの。へえー、そうなんだ。おいしいよ。いいね。まだ使いたいものあるから、これこれこれ。なんだろう。お、なんだこれ。食べるとベロの色が変わるグミ。へえ、食べてみよう。青になるのかな。うん、あ、おいしい。ほらほら、まだまだグミ使うから、これも使え。あ、面白そうな形のやつがある。まだ食べちゃダメだよ。え、食べちゃダメ？そんなこと言われてもな。食べたくなっちゃうよ、こんなの目の前にしたらさ。うん、美味しいね、これはうまいね。こっちはどうだ？酸っぱいやつかな、これ。うん、酸っぱい。うん、酸っぱい酸っぱい酸っぱい。まだ食べてる。食べないよ、これから使うんだからさ。ごめんよ、ごめんよ、ついつい。これはまだ誰もピザに入れたことないと思うよ。あ、これガムじゃん。ガム入れちゃうの？すごいアイデアでしょ。とんでもないピザが出来上がりそうだね。まだまだあるから。これ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 、重いぞ。あ、よいしょ。これは綿菓子作る時のザラメじゃん。そうなんだ。知らなかった。ここまで来たらチョコも入れちゃおうよ、チョコ。チョコ？それはいいアイデアだ。素晴らしい。ありがとうございます。準備完了。世界一甘いピザを作っていこう。まずはジャムを塗る。よいしょ、もう全部使っちゃおう。全部使っちゃうもんね。下地はオッケー。次はこれお願いします。オッケー、本当に入れちゃうからね。もっと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 。おー、大丈夫。いけいけ、大丈夫大丈夫。もっともっと大胆に。いくよ。どっさりどっさり、どっさりどっさり。本当にすごい。いいね、こんな感じかな。このグミ部屋はどう使うの？これはね、手をつないでるでしょ。うん、この形を使って芸術的に並べていく。え、どんな風に並べるの？世界平和をイメージして全員が手をつないでるみたいに並べて。え、どうやるの？え、こう、これでいい？え、こんな感じ？そうそうそう、これでいい。素晴らしいよ。全員が手をつないでるように並べる、うん、できた。うん、
真っ赤はこれでいい？うんうん、これでいい？あれ違う、青じゃない、青じゃないかも。そこ、オッケーオッケーオッケー、うん、青じゃない、赤かも。これは赤がいい、赤にして。こっちね。うん、そうそう、それ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 。はい、よっ、あ、いいねいいねいいね、あ、いい感じいい感じ、だんだん綺麗になってきたね。チョコを乗せたらガムいっちゃえ。わーお、ゴージャスな感じ、うん、いいね。よし、オッケーオッケー、グミオッケー、チョコオッケー、そしてガムもオッケー。よしよしよし、うん、並び方も、うん、バッチリだね。よし、最終チェックだ、最終チェック。あれクママ、え、それは何のチェックしてるの？寝心地チェック。え、寝心地、ピザにそんなの必要あるの？え、必要だよ、必要。何それ、寝心地良くないとやっぱり。そこにいたらクママも一緒に食べちゃうよ。それはやめてくれこれで完成だね。でもまだだよ、焼かないと。え、これでも焼いたら溶けちゃうんじゃない全部？うん、大丈夫だって、大丈夫大丈夫。焼かない方がいいよ、焼いた方がいいよ。えー、これ焼いたら全部溶けちゃうって。いや大丈夫だって、このまま食べようよ。大丈夫大丈夫、焼かなきゃピザじゃないよ。あー、まあ確かに、うん、えー、うん、分かった、焼こうじゃ。えー、焼こう。どうなっても知らないからね。オーブンで焼くぞ、うん、楽しみ。まあでも楽しみではある。どうなるんだろう、最高のピザになるよ。わっ、あー、ほら見て、溶け出しちゃったよグミ。マジかよ。あー、ラララララララ。まあこうなることは分かってたけどね。チョコは大丈夫かな。うわ、グミが、うわー、すごい速さで溶けてる。あー、でもちょっと綺麗だな、ちょっと綺麗だな、うん、うわー、溶けてる溶けてる。うわ、くつくつ言い出した。うわ、すごい、すごいすごいすごい、焦げてんじゃん。わー、完成だね。これはおかしなピザだね。見たことないよこれ、すごい。おかしなピザとか言わないで、すごいなこれ。こんな感じはわかんないけど、うわ、ここ何これ、ここ硬いんじゃない、カチコチになってるよ。世界平和だったとこだよ。うわー、見たことない。わー、ガムは大丈夫だったね。うわ、すごいなこれ。世界平和のグミが、見たことないピザができたね。世界平和のグミちゃんたちが、これぞおかしなピザだね。さあ、気になるお味の方を見ていきましょうか、うん、食べてくれるの？ありがとう。絶対甘いけどねこれ、うん、めちゃくちゃ甘いんじゃないかなこれ。世界一甘いピザを作ったからね。さあ食べてみよう。食べてみて食べてみて。いただきます。どうぞどうぞ。あ、さあどうですか、うん、どうですか、うん、めちゃくちゃ甘い。甘いですか？甘い甘い甘い、甘すぎる、甘すぎるよこれ。ああ、甘すぎて、あ、死んだ。ちょっと甘すぎるから辛いもの入れてちょうどよくしよう。タバスコ入れてみよう、うん、たっぷりかけよう、タバスコを。これでちょうどよくなるんじゃない、うん、ちょうどよくなった状態でクマも食べればいいよ。ものすごいいっぱいタバスコかけるから、ものすごいかければ多分ちょうどよくなって美味しいピザになってるんじゃないかな。ほら、うん、多分大丈夫これで。クマもどうぞ、ほらどうぞ、うん、もう一度俺も食べてみよう。甘いのか辛いのか、うんうんうん、辛かったね。あー面白かった、今日の動画も面白かった。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしく。またねー。あー辛かった、あー辛かった。わお、コン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 、おーいくまま、いいものもらったから動画でも撮ろうぜ。おー入ってるよ、入って入って。おーす、おーす、おーす。何、何もらったのよ、見せてよ、うん、見せるよ、見せるよ、おいでおいで、出ておいで、行く行く。わー楽しみ、何何、今日は何、今日はね、お隣さんにこんなのもらっちゃいました。レゴのシリコンゴールドです。うん、なんだっけこれ。これはあれだよ、お菓子を作る時の型。あ、これにいろいろグミ液とか入れてグミ作ったり、うん、チョコ作ったりできるんだよ、うん、いいね、うん。わかった、グミはどう、グミ、ジュースを使ったグミ、良さそうじゃない。グミいいね、グミ作りたい。じゃあレゴだからパイナップル色かな、どうかな。グレープフルーツもいいんじゃないかな、どう
かな。中身見てみないとやっぱり色わかんないね。開けてみよう。コップ持ってきた。よし、じゃあこれ開けて比べて良さそうな色にしよう。最初はグレープフルーツミックスだね。お、あんまり黄色じゃないんだね。次はオレンジジュース。これいつも飲んでる。うん、オレンジジュースの色だ。最後はパイナップル。いいと思う。そうしよう。使わないジュースは美味しくいただきます。ねー。さあじゃあグミ作っていこう。レンジに入れても大丈夫なボウルにジュースを入れるよ。残りも全部入れちゃいます。よいしょ。オッケー。次に水飴を入れるといいんだって。大さじ3杯ぐらい入れるとグミみたいになるんだってよ。なんかトロトロしてて美味しそうだね。ちょうだいちょうだい。いいよ。舐めさせて。いいよ。水飴をジュースに溶かしたら電子レンジに入れて温めるよ。500ワットで40秒。はい、温め完了。次にゼラチンです。クックゼラチン、今日はこれ使います。残ってた分全部入れてみます。ジュースに入れて溶かします。かき混ぜ乱闘します。よいしょよいしょ、はいはいはい、よいしょよいしょ、はいはいはい、できました。ね、これ使ってみようよ。いいね、いいね、いいね。よし、じゃあこの注射器みたいなやつにグミの液を入れていきたい。入れていき、硬い硬いぞ。入れていきたいんだけど硬い硬い、めっちゃ硬いんだけど。うん、きた。はー、取れちゃった取れちゃった取れちゃった。どうまいどうまい。普通に入れようか。そうだね。さあ注ぎ込んでいく。うまいことレゴの形になってくれるといいんだけどね。あ、結構余ったね、うん、これもこのままグミにしちゃおうか。あ、いいね。冷蔵庫で2時間ぐらい冷やします。よし、固まるまで遊ぼう。そうしよう。まじないになんか出してよ、まじないでさ。このボールをさ、まじないになんかに変えてくれよ、頼むわ。何かって言われてもな、どうしよう。わかった、よし、やってみよう。とりゃっせー。どう？やったー、すげーすげー。開けてみるぞ、頭でゴー。わー、すごい開け方だね。ゴリラが入ってる。ゴリラの人形とかぼちゃが入ってたね。変な組み合わせ。ゴリラの方リアルだな。うん。あ、なんかかぼちゃの方中に入ってるよ。おお。すごい。おまけがある。やったね。何これ、骸骨じゃん。骸骨に足がついてるよ。かわいいね。開けて開けて。どれどれ。あ、ねじ巻き式だ。へえ。なんだ、動くのかな。そうかもね。よし、巻いてみよう。よっしゃよっしゃ。いけ。やった、動いた。かわいいね。ただいまより、ゴリラ対骸骨さんのバトルを始めたいと思います。骸骨さんはゴリラさんを倒すことはできるのか。よーい、始め。冷蔵庫から持ってきたよ。来た。固まってるかな。お、固まってそう。いいね、うん、こっちも固まってんじゃん、うん、こっちから開けてみよう。よっしゃ、どうだ。固まってるね。うん、プルプル。よし、じゃあ剥がしていくよ、うん、さあ、うまくいっているのか。多分大丈夫だ、多分大丈夫。今日の瞬間です。うん、プニプニしてる。さあ、取れるのか。おや、おやおや、すぐには取れてくれないね。うん、プニプニ。お、お、お、大丈夫か。大丈夫か、ゆっくりやっていこう、うん、さあ1個目。あーあーあーダメだ、1個目失敗。1個目失敗。これ3個とは言えないね。さあ2個目。んー、2個目もちょっと残念な感じ。顔が食べちゃってるし、ちょっと残念な感じだね。3個目4個目。うん、ダメだダメだよ。何でいけなかったんだろうな。最後の1個、これどうなのかな、心配だけど、やってみよう。ゆっくり剥がしていきます。どうでしょう。あー、なんとかなんとか形を保ってる。どうですか、くままさん。形になってるよ、うん、そう、うん、まあまあだな。90点。あーはー、惜しかった。すげえ、もうちょっとうまくいきたいね。そうだね、もうちょっとうまく作りたいね、うん、いい感じよ。これじゃあ俺はこの大きい方もらって帰るから。じゃあね、またね。またね。お、
あんなとこに貼っつけてるし、何やってんの。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押しておいて。よろしく。あ、なんだこれ、新しい店できてる。へえ、面白そうなハンバーガーショップだな。入ってみよう。うん、ちょうどお腹空いてるし。やったー、楽しみー。ハンバーガー、ハンバーガー、やったやったー。こんにちは、ハンバーガーください。いらっしゃいませ。ただいまキャンペーン中で、私たちのバルに2人は無料でハンバーガーを差し上げております。どんな方法を使っても構いません。相手より早くプッシュポップをすべて押してください。わかりました、頑張ります。それでは覚悟はいいですね。よし、勝ちますよ。参ります。よっしゃ、レディーゴー。いざ、おりゃ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 、いいぞいいぞ、いい調子いい調子いい調子。もう店長お願いします。店長、おい、いけよ。いくぞ。ハンバーガーショップができててさ、行ったんだけどさ、もうバトルがさ、大変でさ、もうとにかく来てほしいんだよ、とにかく来てほしいんだってば。なんだか全然わかんないけど、いいよ。ありがとうありがとう。よし、一緒にバトルだ。よし、よし、行こう。いらっしゃいませ。こんにちは。またあのバトルさせてください。今度は2人で挑戦します。あ、困りました。どんな方法を使っても構いません。相手より早くプッシュポップを滑るのを教えてください。それでは覚悟はいいですね。レディーゴー。行くぞ。はい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 。もう店長お願いします。店長、行くぞ。すいません店長さん、ここで残る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 。よしよし、うるさいけど行くぞ。手のひら、店員さんのニワトリさんの口に指を突っ込んでて、頼む。おお、分かった分かった。行くぞ、くらえ。指をくらえ、指をくらえ。おりゃーおりゃー。よし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 、できたできた。やったやった、勝った勝った勝ったぞ、勝ったぞ、勝ったやったやった。見事なチームワークでございました。これを差し上げます。おー、ありがとうございます。わー、ハンバーガーと一緒になんかすごいものもらっちゃったね。いやー、勝ててよかった。早速もらったやつ開けてみようか。そうしようそうしよう。ハピアソートグミキャンディーズ、パーティー用のグミの詰め合わせ、美味しくて楽しいって書いてあるよ。へえ、なんでこの人たちは帽子かぶってんだろうね。帽子が好きなんじゃないの。開けてみようよ。うん、開けよう。よし、じゃあ開けてみます。お願い。ここの部分から豪快にいきます。いけ、どりゃー。おお、結構入ってる。おお、グミの海だ。グミの海、飛び込み飛び込み。はい、異常ありません。この漫画のキャラ可愛いよね。うん、ホットドッグさんとソフトクリームマン。あ、なんかスキーしてるね。それからサンドイッチの人。うん、ハンバーガーさんですね、これは。ハンバーガー食いて。さあ、ホットドッグから開けていきましょうか。さあ、開けてくれ。うん、お、ホットドッグらしくなってるね。へえ。似てる似てる。お、ウインナーの部分別々になってる。うん、いいね。これは本当にグミのホットドッグだ。小さいグミのホットドッグ。召し上がれ。うんうんうん、うまい。どんどん開けていこう。サンドイッチさんも開封。うん、ほうほう、卵サンドかな。食べてくれ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 。さあ、なぜかスキーをしているソフトクリームさんを開封していく。味はなんだろう、バニラじゃーん。ほう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 、なるほどなるほどなるほど、ソフトクリームらしくなってるね。あ、思いついた。貸して、ちょっとちょっと貸して。はいはい。うん、おや、はははははかわいいかわいい、似てる似てる。ソフトクリームさんとおそろの帽子です。いいね、おしゃれ。サンタクロース帽子。最後のハンバーガー開けていこうか。はいはい、お待ちかね。なんかこれだけ
お砂糖まぶしてあるね。あ、わあ、かわいい。うん、わあ、かわいいグミバーガーだ。見て。まあまあ。わ、バラバラになっちゃった。わあ、食べちゃおう。食べちゃおう。真ん中うまそう。うん、甘いバンズですね。それくれ、それ。あむにゃ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 。おお、そんなガッツくな。ハンバーガーグミって美味しいよね。満足。ああ、今日も楽しかった。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押してね。また見てね。バイバイ。頭に乗せたまま退場。またね。してたやつだよ。見つけてくれたんだ。え、手のひらの目玉だったの？え、嘘。あ、いやいや、これね、目玉のグミなんだよ。これ、あ、落ちちゃった。え、落ちちゃった。グミ？これね、目玉の形したグミなんだよ。あ、なんだ、本物かと思ったよ。本物の目玉だと思った。そう、でもね、目玉が飛び出すぐらい面白いこと今日はするよ。これスライムセットだ。スライムセットで今日は遊ぶんだ。ほら、おばちゃんも目飛び出してる。さあ、これで遊んでいくよ。これ何かっていうとね、おばちゃんがスライムをズボって吸い込むおもちゃなんだって。面白そうでしょ。かわいいおばちゃんの登場。面白い顔してるね。スライムがちょっとだけ入ってるんだよ。ほら、緑だ。開けてみよう。おー、なるほどなるほど。口が開いてる。くまちゃん、かわいいね、かわいいね。くまちゃん、かわいらしいね。やめて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 これ面白い。さあ、おばさんの次はおじさん。おじさんです。おじさん、メガネかけてるおじさんです。開封。わお、かわいい。おじさんもかわいいぞ。おじさんかけてるね。ピンク色じゃん。わ、いいスライムだね。これおばさん色白だね。こうやって見ると美肌。スライム気持ちよさそう。いいスライムを同時にスポーン。全部は吸い切れなかった。全部は吸い切れなかった。さあ次、カラフルゼリー粘土。緑色です。これも綺麗な色だね。うん、いい感じ。うん、さあ開封。どれどれ。カラフルゼリー粘土って書いてあるけど、うん、これはちょっと固めのね、スライムなんだよ。触らせて。ほらほらほら、本当だ。ね、気持ちいい。いくぞ。伸びるね。結構伸びるね、これ。うわうわー、気持ちいい。すっごい気持ちよかった。わー、いいね。うん、うわー、粘土みたいにも丸くなるね。うん、うん、わ、青もいいね。こっちの方が好きかも。これ青めっちゃいい色じゃない。うん、うわうわ、気持ちいい。超綺麗。すごい、これめっちゃ綺麗。超綺麗じゃん。うわ、すごい気持ちいい。これいいね。気持ちいいよ、すごい。伸びろ伸びろ伸びろ。見てこれ、ほら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 。下から見てると、どうですか、どうですか、どうですか。スライムってよく寝れそう。さあ、まだ開けるよ。今度はもうちょっと柔らかいスライム。ドロネーバです。緑色から開封。よいしょ。トロトロ、指入れてみよう。プルプルしてる。うわー、入ってた。うわー、いい気持ち。あー、気持ち。
さあ手のひらに出してみよう。おっと元気がいいね。このスライムは元気、元気がいいね。元気がいいスライムです。おっと元気がいい、元気がいいって可愛いね。わわわ可愛い可愛い、うん可愛いね、うん可愛い。スライムって面白いな。ピンクも開けてよ。よっしゃ開封ズボン。この指を入れるときがたまんない。いいね。綺麗なピンクだ。うん、出してみよう。わあ、いいね。これもいい。柔らかいスライムもいいな。うん、ああ、気持ちいい。ね。最高。よし、じゃあ次はスライム自分たちで作っちゃおう。いいね。スライミーができちゃう。簡単に作れるスライムを作るセットです。さあ、これに入っているこの透明の液と青い液を混ぜるとできるから。2個使ってやろうよ。よっしゃ。うん、なんか書いてある。なんか説明書にいろいろ書いてあるけど、うん、まあとにかく2つを混ぜ合わせればできるから。オッケー、気持ちいいスライム作ろう。透明な液が PVA 溶液、青い液が放射溶液って書いてあるね。そうなんだ。うん、とにかくこの2つを混ぜよう。うん、よし混ぜていくぞ。入れて、うん、さあ混ぜろ。結構すぐ固まる。本当だ、すぐ固まってきた。いい感じ。うん、気持ちいい。パンパン叩いていく。よしうわ、もうできてるじゃん。できたね。伸びるね。気持ちいい。伸びるね。疲れが消えていく。すごい綺麗。ストレスが消えていくよ。粘土みたいにもできる。プルプル気持ちいい。すごい伸びてるし、気持ちいい。面白い。大成功じゃん。スライムって最高だ。最高だね。プルプルだ。寝心地も最高。面白かったね。面白かった。よかったよ、スライム。ハマりそう、これ。絶対またやりたい。ね。あ、いいこと思いついた。いいこと思いついたよ。うん。準備 OK。 いいんだね、本当に。いいですよ。本当にいいんだね。お願いします。行くよ、うん、ほら、どう来てる、うん、すごい眺め、すごい眺め。わー、来てる。来てる。すごい。ビロビロだけど、わー、すごいことになったよ。見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押しておいて。またね。バイバイ。ハロー YouTube、 今日も面白いことしていくよ。今日はうまくいくといいね。そうだね。うん、張り切っていこう。おう、今日使うのはこれです。お、私の大好きな蜂蜜。蜂蜜か。これを使って韓国とかで大流行してるハニーゼリーを作ってみたいなと思っているのです。あれね、あのすごくカラフルなやつだろ、うん、綺麗に色がつくといいね。やってみよう。うん、行こう。はい、持ってきたよ。色素。ありがとう。落ちた。これだ。これを使って色をつける。綺麗な色をつくとうまそうになるからね。食用、あれ、また落ちた。食用色素。この間アメちゃん作る時に使ったやつがまだあったから、うん、これが使えるよ。食べてもいい絵の具。これ楽しいよな。うん。綺麗に色付けしていこうね。さあ、開封していこう。個包装になってるの、これ便利だよね。うん、何本ぐらい入ってるのかな。結構入ってるね。数えてみよう。わー、いい色だ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本か。あー、10本か。うん、じゃあ10個色を選ぼう。そうだね。まずは赤でしょ。赤、青、それから黄緑もいるよな。黄緑、それから緑、普通の緑も入れとこう。オレンジもどう？オレンジ、うん、ピンクもあったよ。お、ピンク。よし、それから黄色だね。黄色忘れちゃいけないよ。黄色、うん、はい、1,2,3,4,5,6,7 色か。うん、まだやる、まだやる。ここで黒はどうだ。あー、黒だね。黒だめか。黒は白さそうだから。じゃあ水色、うん、うまそう。綺麗な色でいこうな。よし、これで10色だ。いいね。はい、オッケー。よし、じゃあ色つけていこう。お願いします。1本目開封。これを
ねじると切れる。オッケー、これで開いた。あ、穴ちっちゃいな。爪楊枝なら入るかな。爪楊枝を使おう。爪楊枝、これで色をつけたいね。さあ最初は水色いってみようかな。水色か。よし、ちょっとでいいんだよね。そう、ちょっとでいいんだよね。さあいきます。結構色つく。わあ、水色のつもりが結構真っ青になっちゃった、うん、なかなか奥までいかないから、やっぱり切ろう。溢れそう、溢れそうだよ。ちょっと溢れそう、うん、慎重にいこう。さあよし、OK、よし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 、これだけ開けば、うん、うん、棒が入る。よしよし、棒でかき混ぜていく。あ、全部色ついたね。これで奥までちゃんと色がつくな、よしよしよし。青になったけど、まあいいや。よし、次行こう。赤いきます。ちょっといいからね、うん、さあ、赤です。わ、結構綺麗に染まるじゃん。はい、次の棒使ってください。ありがとうございます。吉野くまです。どうもです、使わせていただきます。はい、よし。緑きます。いけいけいけ、染まれ。めっちゃ漏れてるよ、めっちゃ溢れてるよ。大丈夫。めっちゃ溢れてるよ。大丈夫です。グリーンの蜂蜜がめっちゃ溢れてる。ちょっとだけ漏れてます。うん、でも綺麗。さあ、でも漏れた分足りないね。補充します。 OK です。これでいいじゃないか。 OK。 さあ、これで最後だね。いや、結構大変だったな。それではこれを冷凍庫へ持って行って凍らせます。さあ、楽しみだ。おやすみなさい。また明日ね。明日は手袋をつけてやろうと思います。よし、ちょっと遊ぼう。 OK。 それでは私の得意のおまじない、まじないを見せちゃいます。どうなるどうなる。この何の変哲もないキーボードにまじないかけますると、にゃんにゃんちょ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 、どうですか。プッシュポップになっちゃった。いや、その通りです。カラフルプッシュポップに変化しました。これは珍しいね。面白いでしょう。さあ、どんな感じのお塩干しなのか試してみたいけど、んんさあ、これ、ね、押してみてください。あれ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 、お尻じゃなくて指で押してみてください。あれあれあれ、うーん、ダメだ。全然押せないじゃんか。うん、これはもうこのストローを使うしかないね。そうです、それを使ってください。さあ、冷凍庫から取り出してきたよ。楽しみ。どうなってるか見てみよう。さあ、お願い。最初は緑。いけー。よーっしゃー、できてます。うまそう。いい感じです。ふにふにしてる。うーん、とろーりとろり、ハニーゼリーできてますよ。舐めて舐めて。さあ、どうです。蜂蜜ですね。おー、やはりそうですか。さあ、青です。青もいい感じにできてます。これは成功と言えるでしょう。少しサイズは小さいですがね。さあ、赤もどれぐらい出るかな。おー、いい感じいい感じ。おー、いい感じいい感じ。さあ、ではでは、これだけたくさんのね、量を出しましたので、作りましたので、一気にギュニュッと出して、レインボーでレインボーハニーゼリーをウニッとね、出現させたいと思います。さあ、じゃあやってみよう。いくぞ。ドリャドリャ。あ、あれあれ、ドリャ。じゃなかったんですけど、めっちゃ綺麗な虹色になるはずだったんですけど、こんなはずじゃなかったんですけど、良くないんですけど、最終的にはぐちゃぐちゃになっちゃったけど大成功ということで、ぐちゃぐちゃなんですけど、お前がお前がチャンネル登録お願いします。そうだね、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。